はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイシュです。では今回スプリングルーラー、続きをプレイしていきたいと思うんですが、前回までご覧いただいた方はですね、もう完全に財政が破綻したというところを不甲斐ない、部分をね、ご覧いただく形になってしまったので、大変申し訳ないんですが、タイムリープして同じ2020年11月に戻ってきて、かつ財政は崩壊していない、でやり直しをした、まあ、簡単に言えばやり直しをしたんですけど、やり直しをしてもやっぱり北朝鮮に宣戦布告をされて北朝鮮を倒すっていうシナリオは変わらず、平壌は日本軍が完全に、まあ、制圧したというところと、あと韓国軍がね、ロシア中国と戦争をしているっていうのも変わらずです。なので基本的には財政が健全化されているっていう点以外は同じ状態になっていますので、ここからじゃあプレイの方を始めていきましょう。特にね、石油が厳しいんですけど、石油はもうひたすらに輸入に頼らざるを得ないので、その石油の輸入をするためのお金の確保を、消費物資、産業物資、軍需物資で賄っていくと。で、電力はできるだけ、まあ、輸入せずに、あるいはその輸入するにもその差額を少なくしたいなというふうに思っています。なのでまず電力貿易を少なくするために建てられるものを建てていきたいんですが、今もう町列ですね、施設のところで2って出てると思うんですけど、2って出てるのは2個建設町っていう状態なので、まあ、ここをね、どうこうやっていくっていうのはちょっと微妙なので、あとね、消費物資とかもね、小さい工場とかでもいいからもう作っていこうと思って、大きいものを作ろうとするとどうしても時間がかかってしまうんで、小さいものでもいいんでちょこちょこ作っていくと、もちろん大きいものも作っていくんですが、穴埋めというかね、その時間をかかる部分を少しでも埋めるために作れるものは作っていこうという考えのもと、ちょこちょこ作り始めてます。いろんなもの、あとね、水とかこういうのもできるだけね、もう頼らずに進められるんであれば輸入に頼らず進めていきたいなというふうには思ってます。では時間を進めていきます。まあ、日本はね、この後はもう戦争はできるだけしないで進めていきたいなと思ってますんで、あと研究のところはね、ミサイル関係を作るようにしました。ちょっとでも売りやすくというところで。で、前回まで進めていた若返りはね、ちょっと一旦やめます。どうしてもお金になるものをね、ちょっとでも早くやっていきたいなという思いから、まあ、若返り薬品実際にはめちゃくちゃ売れると思ってるんですけど、あとはですね、変わったところというのは特にはないんですけど、大陸の方にできるだけ戦力は戦争中じゃないうちに、まあ、移動させられるものは移動しておきたいなというふうには思っていて、それはちょこちょこやってます。まあ、何でもない時にちょっとずつでもね、進めておけばその分何かあった時に迅速な行動ができるでしょうという思いからですね。特にね、お金が前回もうマイナスになっていたのがプラス5万に来ているっていうのと、あと GDP ね、3万2000ダラということで、プレイ開始の時よりも上がっています。まあ、このあたりはね、ちょっと内政をしっかり、やったのが効いてきているのかなとは思ってるんですけども、石油の貿易に関してはね、もうここプラスにするのは不可能なので、それこそ大戦期の日本軍のように侵略戦争を行っていかない限り石油の資源を確保するというのが難しいので、
ちょっとここはね、もう諦めモードで、輸入に頼りつつ、その分、他のものですね。まあ、今はね、その消費物資、産業物資を売りに売って売りまくるっていう方向で、なんとか財政をね、健全化保っているんですけど、石油の貿易で石油を買っていくためには当然お金が必要なので、石油が常に満たしておくために、なんとかね、売りさばいていきましょう。で、産業物資を作るため、あるいは軍事物資を作るための、石油が多分足りてない状況なので、元々の生産力の半分ぐらいしか産業物資作れていないんですね。なので、石油をもうちょっと輸入していきたいなというところですね。あと、電力もちょっと不足してきているので、電力も中心的に建設を進めています。なんで、このあたりもね、電力が、さらに、今は輸入してますけど、輸出できるようになってくると、まあ、石油を買ってる分、高く売れるんじゃないかなっていうね、思いもあるんですが。穀物もプラス3メガ、まあ、たったの3ではありますけど、自給自足ができているっていうのは大きいですよね。で、水関係は今、2つずつ施設を作っているので、これが完成すれば水のマイナス37も、フラットになるかなと思ってます。で、石油はもうどうしようもないので目をつぶって、石炭なんですよね。石炭も今3つ施設作っている途中なんで、これが完成すればこのマイナス8メガもなくなるかなと。で、鉱石系はどうしてもね、時間がかかってしまうんですが、同じく施設は建設中です。ウランはもう立て切ってしまったので、これ以上ウランを、まあ、自国の中で獲得するというのは難しいので、もう輸入に頼らざるを得ないという状態ですね。で、石油はね、まだまだ作れるところはあるんですけど、ただ大型中型の施設はもう作り切ってしまったので、あとはもう小型のね、施設を作って、なんとかしのぐって感じですね。ユニットデザインですね。これは軍事関係かな。これを 35.64 メガで売ると。合成燃料ができたか。合成燃料ができたので、合成燃料の次に研究を進めていきましょう。で、今とはいえだいぶ研究突っ込んじゃってるんで、合成燃料の後はもう研究が始まってる。今だと 1,2,3,4,5、 あ、ごめんなさい、もう一回数えますね。今9個研究施設があるんで、1でしょ、2、ガソリン生産アップグレードで2、ミサイルで3、地域制圧火器システムで4、発展型デジタル HUDS で5、燃料電池で6、遺伝子治療で7、ツーリストベクトリングで8、ああ、だからもう1個できるっちゃできるんだな。まあ、ただ、勝手に始まり出すと思うので、このまま一旦放置しましょう。多分ね、誘導ミサイルが時期に始まるんじゃないかなと思います。消費物資だけじゃなくて、産業物資、軍事物資も売りさばいていきたいんですけどね。まあ、ちなみに韓国軍結構前線してまして、中国領、ロシア領少し侵食したところで戦線が膠着してるって状態です。で、もうとにかくね、内政は闇雲に立てるんじゃなくて、足りなそうなところ、あるいは足りなくなっているところをスポット的に建設をして補填していくっていうやり方にしています。前はもうね、ドキャドキャドキャーとバーっと何も考えずに立てていったら、あっという間に財政が破綻したも当然だとは思うんですけどね。なので、そのあたりは少し考えながらやらないといけないなというのが分かりましたね。
で外交関係はね、前回プレイしたのとほぼ同じような形で進めてます。産業物資だよね、作りたいの。産業物資の生産情報を確認する。今だと産業物資生産をもうちょっと増やしていきたいんで、産業物資がどうする。石油電力だよね。やっぱりこの辺りが足りてこないと十分に作れていけないっていう状況があるんで、まあ生産量はもうちょっと増やしていきましょう。 200% まで増やしていく。いやちょっと待ってね。そうすると産業物資作りすぎると今度消費物資が回らなくなると、消費物資が今の輸出の主産業なんで、これ失うと一気にまた財政が破綻するんで、一旦120ぐらいで止めおきましょう。電力はねマイナス549になっちゃってますけど、これをもう少しね、フラットな状態まで持っていければ財政が少しマシになってくるかなという思いはあるんですけど。誘導ミサイル始まってますね。なので誘導ミサイルも作ってしまって売りさばきましょう。軍事機密情報は高く売れますからね。でしばらくはこの中国、韓国、ロシアの三つどもえの戦いを傍観者として見届けていきます。あとはですね、衛星、これ打ち上げている状態で、通信衛星としてはですね、あと19日で、あとは偵察衛星は39日で打ち上がります。電力をちょっとなんとかしないと危ないかな。お金はねまだまだ今のところ多少の余裕はあるとはいえ、産業物資がちょっとずつ増えてきたのは生産調整をかけて 120% の出力に変えてるからですね。でその分電力と石油が少し少なくなってきてるかな。材木はもう完全に自給自足できている、穀物も自給自足ですね。水がちょっとどうかなっていうところですが、水のマイナス40もねプラマイゼロにしたいんで、施設としては今作ってはいるんですね。これが完成すればおそらくプラマイゼロになるかなとは思ってます。で、平壌近辺にはね、部隊を集結させてますんで、戦争するつもりはないんですが、いつ戦争になっても一応ね、有事の対応は可能という状態です。そしたらまた陸軍をね、動かしていきましょう。海上輸送で。前線基地に送り込んでいきましょう。内政面のところね、石油のマイナス936、ただその分消費物資がめっちゃ売れてきてるね。結果的にプラスになれば全然 OK なんですが、
いつ売れなくなるかわからないからな。産業物資と軍需物資もうちょっと作っておきたいね。今ね、石炭の発電所を1つ作りました。大きいサイズのものをね、まあ、これが、何日かかるかというと60日かかりますんで、まあ稼働し始めるのは2ヶ月先ですね。本当にね、韓国軍、すごい体力ですよね。財政がこんだけ戦争、北朝鮮と戦争して、中国、ロシアと戦争して、なお経済が波状しない。これすごいよな、韓国経済。ちなみにもうね、中国はとんでもない大国になってるんで、これ見るとね、国庫がもう桁が2つ違いますからね。ちょっともう話にならないかなっていう感じです。で、中国とは非戦条約と自由貿易と大使館も結んでるんで、まあこれ以上ってなると正式同盟結ぶかなっていうところまでは関係は改善してあります。まあ、ただね、中国なんていきなり宣戦布告してくる可能性とかもあるからな。まあ、中国といつ戦争になってもいいようにということで、朝鮮半島に戦力は結構な数ね、陸海空集結はさせているので、この流れは変えずにいきましょう。ロシアとはどうなってんだっけ？ロシアとも非戦条約は結んでますね。で、あとはアメリカは同盟を確か結んでいるはず。正式同盟を結んでいますね。でね、ちょっと毎回言ってますけど、マンションの、大規模修繕工事が始まってしまっていて、少しね、うるさいよっていうのあるかもしれないんですが、その点はね、ご容赦をいただければなと思ってます。あとは、この5万っていう額を10万、20万と中国に追従していくために増やしていかなきゃいけないんで、次の成長産業を何にするかなんですよね。消費物資はもう今支えてもらっているんで、この後産業物資をね、どんくらい増やしていけるかっていうところだな、そうなると。産業物資をバンバン売っていきましょうということになると思うんですが、
どうする？余剰生活物資の販売は入れていく？優先的に入れていこう。ちょっとでも売っていきたいからな。今お金が欲しいんでね、お金が。韓国軍はね、バリバリ領土広げてってますけど、我々はどちらかというとね、今は物を売ってお金を得るっていう、まあ、当然といえば当然のスタイルを貫いていきましょう。で、いつ中国軍、ロシア軍と戦争になってもいいように陸軍、あとは空軍、これをひたすらに大陸に送り込んでいきます。まあ、今ね、中国、韓国、ロシアが戦争してますけど、他、インドとね、バングラディッシュもね、戦争しているはずなんですね、ここで。インドとバングラディッシュも。ただ、戦争の規模としては、やっぱり、中国、ロシア、韓国軍の戦争と比べると、ものすごく小規模な、散発的な戦闘にはなってますけど。電力をちょっともうちょっと自給自足できるようにして、消費物資の販売はすごく好調になってますね、今。うん。あとはこれに産業物資も同じぐらい稼げるようになってくると、すごくいいんで、産業物資の生産調整150ぐらいまで増やしますか？で、バンバン売っていきましょう。その分石油をどんどこどんどこ使っていってしまうっていうのはしょうがないな。そうか、合成燃料の施設が作れるようになったんだな。合成燃料の施設を作ろう。合成燃料の施設はだって変な話、お金こそかかるものの、石油を輸入しなくて済むっていうのは大きいですからね。とりあえず2個ほど建設を始めましょう。合成燃料。まあ、石油のマイナス幅が1100まで膨らんでるからな。まあ、いくら消費物資、あるいは産業物資の販売が好調とはいえだ。産業物資もでもだいぶ生産調整入れたことによって持ち直してきましたね。あと軍事物資も結構売れるんですよね。なんで軍事物資もこの際150ぐらいまで引き上げよう。軍事物資、産業物資、消費物資を売ってその金で石油を買う。で、余剰の金は研究資金に回すっていうね。いや、本当にでも合成燃料を大量に作れる状態にしていけば石油のマイナスがなくなるんでかなり大きいんですが、ただね、さっき見てもらった通り合成燃料の施設作るのに2000メガダラーかかるんで、それ大量に作るとまた財政が味をするんで、まずは2つにしてあります。徐々に徐々にシフトしていくっていうのがね、良さそうですね。劇薬的に投入するとまた財政が波状するので。いや、こうやってね、ちょっと見てる皆さんは退屈だと思うんですけど、内政がうまく回ってお金が増えたり GDP が増えたり輸出入がちゃんとされてるなって見るのはね、結構気持ちいいんですよね。まあ、このあたりはやっぱりアクションゲームよりもシミュレーションゲームが好きな僕としてはすごくピンとくるというか馴染み深いというか。
いいですね。本当にここあれだな、中国、韓国、ロシアが三つどもえの戦争をしてるけど、韓国はよく持つよね。中国軍の財力、さっき見てもらった通り半端じゃないですからね。しかも中国軍だけじゃなくロシア軍とも戦ってるっていうのかな。産業物資も生産調整入れてから少し売り幅が上がってきているでいいかな。その分電力が少し消費量が多分増えているはずなんで、お金があるうちはね全然問題ないんですけどね。作るために必要な材料、まあ、石油とかね、そういうものは輸入できるんで、どっかで輸入が滞ったり輸出が滞ってお金が入ってこなくなったりすると一気にピンチに陥るんで、今だとそれが消費物資に頼っちゃっているんで、せめて2本柱、できれば3本柱、消費物資、産業物資、軍需物資をそれぞれ大量に売れる状態っていうのを常に作っておけば、仮に産業物資がこけてもね残り2つでとかってできるんで、なんとかそういう状態を作れるように、まずは産業物資を成長産業にしていきましょう。ギリシャから正式同盟の要請ですね、まあ、ギリシャとは同盟を結んでおいて損はないでしょう。強い財政をやっぱり作っていきたいですからね。ちなみにちょっとあんまり意識してなかったんですが、アメリカとかどうなってんの？国庫、アメリカも大した国庫持ってないね。 GDP はまあ高いですけどね、やっぱり国庫のね圧倒的なお金持ちぶりはどう見ても中国だよね。まあ、GDP こそ大したことないですけど、これ国庫がやばいですよね。国庫が韓国もでも国庫やばいよね。よく戦争継続できるよな。ロシアもきつそうだけど、まあ、GDP はやっぱり日本はトップクラスだと思うんですよね。 GDP が高いところと他どこだろう、シンガポールとか、あ、まあそれなりですね。まあ、国庫には全く金が入ってないな、シンガポールは。でも僕の好きなタイは国庫は27,000、 GDP は8,000クラスか。まあこんなもんだね。わあ、インドも金持ってんなぁ。GDP 低いけど、人口がいるとやっぱりその分国庫が膨らんでますね。ブルガリアからも正式同盟。まあ、遠い国とね、同盟を結んでおくのは悪いことではないのでやっておきましょう。近い国と同盟結んだり、相互防衛条約結んだりすると強制的に戦争に参加させられたりして、あまりいい結果にならないこともあるんですが、まあ今はね、特に問題ないと思います。はい、というわけでね、ちょっと時間も30分、迫ってきましたので、タイムリープをしたというところで大変申し訳なかったんですけど、あのままだともうゲームが進まない状態になってしまったので、一旦戻してやり直して財政を健全化して元の状態に戻しましたので、ここからまたねスプリムルーラー
頑張っていきたいと思いますので、皆さんの応援ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、今後のプレーの方針なんですけども、基本的には平和主義でいきつつ、ちょっとね、中国の画面見てもらうと分かると思うんですけど、中国がね、いつ戦争をこちらに仕掛けてきてもおかしくないぐらい真っ赤っかなんですね。なので、これを、ちょっとどうするかっていうのをね、考えていきつつ、どっかのタイミングで中国に戦争を仕掛けるというのもありかなと思ってます。で、そのための準備としては、陸軍をね、朝鮮半島に渡らせてますんで、これはこのまま引き続き、ほぼほぼ全軍を朝鮮半島に渡らせたいと思いますので、次回もその続きをね、プレイしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。